まったく歯が立ったない。さすがは造物種ですね。攻撃が効いていません。力を貯めてる。まさか。はい。先ほど話した可能性の力を解き放とうとしています。そんな、じゃあ、全部消えちゃうの？私たちも、この世界も？いえ、そうはさせません。ゼシア、バハムートを復活させたのは私です。だから私があの力を止めます。この命がどうなったとしても、私が兄様を、皆さんも、守ります。ダメだゼシア、その攻撃を受け続けていたら君という存在が、この世界から消えてしまう。耐えきります。バハムートの攻撃が、収まるまで。セシア、やめてくれ、セシア。兄様、来てはなりません。兄様まで消えてしまったら、この世界の希望はついえてしまいます。私のことはいいと先日も言ったでしょう。爺様はこれからも皆さんと一緒に世界を守っていける。だからそんな兄様を私が。攻撃が収まった。ゼシアが止めてくれたようね。ああ。だが、ゼシア様の姿がない。力に飲み込まれたようね。つまり、ゼシアの存在は、消滅した。どうやら、そのようですね。ゼーナ、体が。私はもう一人のゼシア。彼女がいた歴史が消えるなら、私も同様に消えるということです。おそらく、ほどなくしてみんなの記憶からも。そんな、待ってよゼーナ、記憶から消えるなんて。ごめんなさい。でも、これが私と彼女、ゼシアの願いです。どうか、この世界を。ゼーナ！嘘。嘘でしょ？ゼーナ！ゼシア！そんな、こんなことになるなんて。おい、悪いが悲しんでる場合じゃないみたいだぜ。また攻撃してくるつもりかよ。止めないとやばいぜ。まずいのはそれだけじゃねえ。見ろ、バハムートの足元に。
殿下、いけません。すぐにそこから離れてください。ゼシア、また俺はゼシア許さない、許さないぞ、バハメート。守れなかった。俺はまた守れなかったんだ。ゼシアを。まずいわ。強烈なマナがぶつかり合ってる。これじゃこの辺の空間が壊れて。ここは…そうだ、バハムートはいない。なんとか退けられたみたいだな。よかった。みんなは？あ、オリガ、大丈夫か？大丈夫よ。それよりさっきの姿何だったの？わからない。突然体から力が溢れてきて、あの鎧に。あなたも知らない力だっていうの？バハムートの力と互角に渡り合うほどの力がどうして急に？それもわからない。ただあの力を解放した瞬間、誰かのことを強く思っていた気がする。誰かを失って悲しかった気がする。誰かを失った？誰を失ったっていうの？それは思い出せない。すごく大切な人だった気がする。でもわからない。だから気のせいかもしれないな。そう。でもその力のおかげでバハムートを一度別空間へ退けることができたみたいね。強すぎる力がぶつかり合って空間が歪むなんていう力技だったみたいだけど。空間が？そんなことが起きたのか。ええ、そのおかげで私たちもこんな知らない場所に飛ばされたみたい。おそらく他の仲間たちも。探さないと。オリガ、一緒に来てくれるか？ええ、バハムートはきっとまた戻ってくるわ。それまでに仲間を再結集させましょう。ああ、わかった。じゃあ行こう。お元気で、兄様。